はい、おやっとさあ、ゆうきです。今日の話は、僕が、前ちょっと疑問に思ったことがあって、まあ、車を運転してる時の話なんですけど、で、その疑問に思ったことがあって、車運転してて、横断歩道あるじゃないですか。で、歩行者がこう渡ろうとしてる時、もしくは横断歩道で立ってる時ですね。この時って、車はですね、歩行者が優先になるんで、歩行者に譲ってあげてですね、車は止まんないといけないじゃないですか。横断歩道の手前でね。で、歩行者が渡ってから、進むっていう風にね、教習所とかで習ったと思うんですけど。で、まあ、結構それをね、こう、やらない車が多いじゃないですか。ね。歩行者が止まってるのに、もうスーって車が行っちゃうとか。あと、こう、見通しがちょっと悪くて、パッて見た時に歩行者が立ってて、で、急ブレーキしなきゃいけないのっていう風にも思っちゃうじゃないですか、歩行者がね、立ってたら。視界に入った時に、あ、歩行者だ、横断歩道渡るかもっていうぐらいの時に、急ブレーキしてじゃあ止まんないといけないんですかみたいに、やっぱちょっと思う方もいらっしゃると思うし、実際どうなんだろうと思って、疑問に思ってね、いろいろ疑問だったんで、県警に僕電話したことあるんですよ、前。その時にですね、僕何聞いたかって言ったら、横断歩道に立ってる歩行者がいて、止まらないといけないですよねって言ったら、そうですねって言われたんですよね。で、僕あと一つ聞いて、横断歩道があって信号がない横断歩道です。駅の前とかの横断歩道って信号ないけど、こうめちゃくちゃ人通るじゃないですかって。めちゃくちゃ人通って、もう右見ても左に見ても通る人しかいないと。そういう時って車の人って進めないですよねって聞いたんですよ。その時はずっと無限に止まってなきゃいけないんですかって。もう行こう行こうとしてもみんな通ろうとしてる人たちだから、で、それで通ろうとしてね、行っちゃうと妨害になって、違反切符切られちゃうってことですよねって僕聞いたんですよ。そしたら、まあ本来はね、そうなんですと言われたんですよね。本来はそうなんですけど、でもまあなかなか難しいですよねって言われて、で、僕もね、なかなか難しいっていうのは、歩行者が渡ろうとしてるけど、まあ無理やりというか強引にちょっとずつゆっくり出て、まあ歩行者を通らせないように行くしかないってことですかって言ったら、まあそういうことになっちゃいますよねって言ってたんですよ。で、それで、じゃあそれをしていいってことですよねって、横断歩道を渡ろうとしてる人たちがいて、道路交通法的には横断歩道の前に歩行者が立ってる、もしくは渡ろうとしてる時は止まらなきゃいけないじゃないですかって。で、そのまま行っちゃうと違反切符取られちゃいますよねって。でも、そういう歩行者が無限に来るようなところだったら、ちょっとずつ進んで歩行者を止めて進んでいいってことですかって僕聞いたんですよ。そしたら、はいとは言えないって言われましたねはいとは言えないですって言われて、で、面白い回答だなって思ったんですよ。あ、はいとは言えないんだって思って。まあまあ、みたいな感じで言ってて。で、あー、まあまあ、じゃあ、まあグレーゾーンみたいな感じですよね、みたいな。まあ、信号機があればいいんですけどね、みたいなことは言ってましたね。信号機があればいいけど、全部が全部信号機があるわけでもないし、全部取り締まれるわけでもないと言われたんですよ。で、40キロのね、標識があるところで40キロで走ってる人なんてなかなかいないですってね、50キロで走ってる人の方が多いですと言われたんですよ。まあそうですよねって、で、それで、まあ50キロで走ってても止めないけど、明らかに60キロ70キロで走ってたりとかしたらやっぱり止めますよって言われました。なので、まあ全部が全部取り締まれないけど、
まあそういう道路交通法にはそういうグレーゾーンな部分もあるっていうのをね、その僕が電話して聞いた時に、まあそういうことをおっしゃってたんで、ああまあ現実的にはそうだよなって僕も思いながらね、それは分かってて一応電話して聞いてみたんですけど、まあなかなか取り締まれない部分もあるみたいなんで、運転する人が、まあ気をつけて、まあしょうがない部分もあるよっていうのも、頭の中に入れながらね、気をつけて運転すればいいのかなって思いましたね。そんな感じで参考にしてみてください。ありがとうございました。調子乗んねよ。インフィニットパワー。